ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。うおお。リンダリンダチャンネルにようこそ。お、来たね。今回は、1971年に放映された仮面ライダーと同時に発売された、仮面ライダースナック、仮面ライダーカードを解説したいと思います。世代の方には懐かしく、そうでない方は噂レベルでしか知らないのでは？今でいうポケモンカードみたいに、誰もが飛びついてたカードだわ。いろいろと曰くつきということだぜ。知らない人は楽しんで。知ってる人は改めて。どっぷりと昭和を満喫してほしいんだぜ。ぜひ高評価&チャンネル登録もお願いします。今回も、ゆっくりしていってねー。仮面ライダースナック。付録の方がメインだったぜ。仮面ライダースナック。仮面ライダースナックは、1971年から1973年1月まで、カルビー製菓原カルビーが発売したスナック菓子よ。特撮テレビドラマ仮面ライダーを題材としたカード。仮面ライダーカードがおまけとして付属したことで、社会現象になるほどの爆発的な人気を得たんだぜ。定価は1袋20円だったぜ。日本が仮面ライダーによって、変身ブームを迎えていた1971年末頃、東京地区でカルビー仮面ライダースナックとして、販売が開始されたわ。翌1972年2月下旬には販売地域に、広島地区と名古屋地区を追加して、同年3月下旬にはカルビースナック仮面ライダーと改名の上で、日本全国で新発売されたぜ。星形の甘い味のするピンク色の焼き菓子で、パッケージや発売当時の CM には、カッパエビ戦姉妹品と銘打たれていたわ。一部地域では中身がカッパエビ戦に変更されたこともあったが、すぐに元に戻ったぜ。仮面ライダースナックをカルビーが手掛けたのは、仮面ライダーの提供スポンサーだったからだが、これは創業者の松尾隆が同郷で、旧制広島一中の後輩でもある当時の、東映常務だった岡田茂の記者長に、スポンサーを勧められたのがきっかけであるわ。1973年2月10日、仮面ライダーが第98話をもって放映終了したため、スナックもそれに伴い、販売終了し、新番組仮面ライダー V3 に対応した。カルビースナック仮面ライダー V3 へと引き継がれたぜ。仮面ライダースナックの売り上げは、1972年2月には1日100万袋を超えて、最終的には、カルビー社内のメモによると15ヶ月間で6億2000万袋に達したわ。平均すると当時の男子児童1人当たり、85袋購入した計算になるぜ。金額換算で約87億円を売り上げたとする資料もあるぜ。仮面ライダースナックには、1袋に1枚の仮面ライダーカードが付属していたわ。袋の中にカードが入っているのではなくて、50袋入りの段ボール箱ごとに54から55枚のカードが同梱されており、購入時に手渡される形式だったぜ。カード表面には仮面ライダー怪人劇中の場面などが、裏面には投資ナンバーと表面の写真に関するデータが印刷されていたわ。例えば表面が怪人の写真ならば、その怪人の出身地などが書かれていた。カードは全546枚だが、同じ番号が振られていても細かな絵柄が異なるカードが存在するぜ。当時の子供たちの間では、仮面ライダースナックの発売前からブロマイドと呼ばれる、ヒーローアニメのキャラクターが印刷されたカードが流行していたわ。そういった背景もあって、スナック菓子にライダーカードをつけて売る、というアイデアが生み出されて、プロ野球チップスに代表されるカード付き菓子の先駆けとなったぜ。カルビーによると、このアイデアは松尾正彦の友人であった、栗本慎一郎から提案されたものだというわ。仮面ライダーカードは子供たちの間で大ブームとなったが、その背景にはいくつかの要因があったんだぜ。仮面ライダーカードは従来のブロマイドとは異なり、カード裏面にもキャラクターの解説などが記載されていることから、図鑑的要素を盛り込んでいたわ。怪人のデータなどはテレビ本編はほとんど言及されず、子供たちがそれらのデータを知るには、テレビマガジンなどの児童向け雑誌などを読む以外、手段がなかったんだぜ。そんな時に登場した仮面ライダースナックは、まさにうってつけの存在だったのよ。仮面ライダーや怪人に関する劇中では、公開されない設定が掲載されたほか、ゲルショッカーやショッカーライダーなどの情報はテレビ放映を、何週間も先取りしており、最新情報源となっていたぜ。カルビーは石森プロの版権スチール撮影を手掛けていた、グループ9と独自の契約を締結し、カードでしか見られない図版も多く提供されたわ。解説文は番組プロデューサーの阿部誠二が執筆していたぜ。通常のカードと異なるラッキーカードと呼ばれる、レアカードがあるぜ。これをカルビー製菓ライダーが借り当てに送ると、カードを収納できる仮面ライダーアルバムを、もらうことができるようになっていて、ラッキーカードを求めて仮面ライダースナックを、購入する者も多かったわ。
カード裏面には当初、通常のカードと異なり、ラッキーカードの文字とカードの説明、有効期限ラッキーカード送付の締め切り、カルビー製菓の宇都宮工場と広島工場の住所が書かれていたぜ。ラッキーカードはアルバムを入手するためには、カルビー製菓に送らなければならなかったので、基本的に手元に残るものではないため、現存するものはコレクターが高値で取引するレアアイテムとなっていたわ。例えば、ナンバー73のカードは2013年4月の時点で、52万5千円の値がついていたぜ。なお、ラッキーカードの返却を希望する子供が多かったため、後にカード裏に赤字で、S のスタンプを押して返送されるようになったわ。仮面ライダーアルバムは全10種類よ。初期の豪華アルバムは、無地のビニール表紙にロゴがあしらわれたもので、色によってはゴールデンアルバム、ホワイトアルバム、ブラックアルバムなどと呼ばれているぜ。後期のアルバムの表紙は紙製となって、仮面ライダーの写真やイラストが載せられていたわ。仮面ライダーカードの中には同じ番号が振られていても、細部が異なるカードが全部で52種類存在するぜ。才の度合いは様々で、画像が全く異なるもの、同じ画像でもトリミングが異なるもの、裏面の解説が異なるものなどがあるぜ。こうした変化は再版による発行時期の差、各印刷所における作業の違いから生じているわ。仮面ライダースナックの予想外の売り上げに伴い、カルビー側にとって手放しでは喜べない問題が起こったぜ。スナックを買った少年少女たちがカードだけを取ってスナックを捨ててしまうなどの事例が全国で報告されたわ。こうした状況は保護者や教育関係者の目に留まり、ライダースナック投棄事件として社会問題にまで発展したぜ。カルビー側はお菓子は残さず食べようという一文をスナックの袋に印刷して掲載して、梱包用の段ボール箱に一人にたくさん売らないようにご協力くださいと、小売店向けの指示書を仕込むなどの対策を取ったわ。平成仮面ライダーシリーズで数多くの作品で脚本を執筆した脚本家の井上俊樹は、子供の頃に同じことをしていたが母親にバレて叱られたと振り返っているぜ。1973年2月仮面ライダー V3 放映開始に合わせて発売されたカルビースナック仮面ライダー V3 は、仮面ライダースナック同様のカード入りスナックであるわ。価格は1袋15円よ。約2週間ごとに平均40種類のカードが供給される店舗の速さは、子供の収集能力を超えており、売り上げは低迷したぜ。テレビ放映中の1973年7月下旬に販売終了となって、新商品プロ野球スナック後のプロ野球チップスと、マジンガー Z スナックに交代したわ。V3 カードは全460枚だが、後半の番号は発売地域や時期が限られていたため、コレクターの勘でもその全貌は謎とされることがあったぜ。ラッキーカードはなく、カードアルバムは30円分の切手を工場に送ることで入手できたわ。特典としては V3 ポスターがもらえる大当たりカードが混入されていたが、ポスターは在庫過多に陥り、 V3 スナック終了後のマジンガー Z スナックのラッキーカードでも交換できる措置が取られたぜ。ライダーブームを側面から支えたグッズの一つでもあり、知名度も高いことから、展開が収束してからも何らかの商品や映像作品のおまけとして何回か復刻されているわ。1992年から東映ビデオより発売された仮面ライダーパーフェクト LD ボックス25枚組定価15万円の特典として、546枚一種3枚が、提供カルビー製菓の表記も含めて原寸大で復刻されたぜ。1999年から歌詞仮面ライダーチップスが発売された際、ナンバー1からナンバー72までが復刻されたわ。その後、3期にわたってナンバー216までが、2003年には3期にわたってナンバー217からナンバー546が復刻されたぜ。カードの大きさが当時のカードよりかなり大きくなっており、エラーカード、石カードやラッキーカードも復刻され、ラッキーカードを送るとアルバムがもらえる、新カードコレクションという市販のチップス内で、復刻できなかったカードや新たに発見されたエラーカードを、復刻したカードなどがセットにされたボックスがもらえる、キャンペーンも実施されたわ。2016年から映画仮面ライダー1号の映画館入場者、先着80万名限定にプレゼントされた、仮面ライダー魂のトリプルパックにおいて、カルビー全面協力の元仮面ライダーカードが復刻封入されたぜ。全4種類で復刻されたのは仮面ライダーカードのフォーマット、カードのサイズや裏面文章のフォント、紙の質感などであり、写真自体は映画のスチールカットを用いた新と画像よ。翌2017年に発売された本作品のセルソフトの初回封入特典としても別途に制作されたぜ。このほか、1998年に発売されたテレビゲームソフト仮面ライダープレイステーション版のデジタルカードモードは、この商品のカードを元にしたコレクション要素が入っているわ。補足なんだが、当時の子供たちが仮面ライダーカードを
どう使って遊んでいたかというと、今みたいにカードバトルとかはなかったので、もっぱら日本で古くから遊びに取り入れられている、メンコ遊びでカードを使っていたんだぜ。メンコとは、日本の子供の遊びで使われる玩具の一つで、メンコの語源は小さな面、つまりメンツの意味であるわ。メンコは、日本の昭和30年代においては、メンチ、パンス、パッチンとも呼ばれていたぜ。メンコには素材により、泥メンコ、鉛メンコ、紙メンコがあるわ。最もよく知られた携帯のメンコは紙製のいわゆる紙メンコであり、厚紙製の手のひら大のカード型や円形で、片面に写真や図柄が施されている例が多いわ。また、その遊びそのものをも指すぜ。カード自体がコレクションの対象にもなっているんだぜ。駄菓子屋などで販売されていますが、牛乳瓶の蓋などの適当な素材で代用することもあるわ。昭和時代の日本では、子供の遊びとして広く流行したんだぜ。最も古い携帯のメンコは泥メンコであるが、紙メンコとは遊び方などの点で異なる系譜にあるぜ。泥メンコ、鉛メンコについては、今回は割愛しますが、明治10年代に、従来の鉛メンコに代わって紙メンコが登場したのよ。子供たちは画用紙を幾重にも折って紙メンコを作っていましたが、その商品化を考えていた大人たちに、画期的だったのがボール紙の登場であったぜ。材質の安価さはメンコの爆発的普及と、メンコ産業への新規参入ブームを巻き起こしたわ。また、明治20年代には印刷にも技術革新があり、廉価な印刷法の普及はメンコ絵に、多大な魅力を生み出すことになったぜ。昭和30年代後半になると、学校給食に脱脂粉乳に代わって、瓶入りの牛乳が供されるようになったわ。メンコが本校で奪い合いをすることから、ギャンブルのようで教育上好ましくないと規制された時には、市販のメンコの代わりに給食で毎日1枚ずつ手に入る、牛乳瓶の蓋が代用されたんだぜ。話は戻りますが、昔の子供たちは仮面ライダーカードを、まさしくギャンブル感覚で、カードを奪い合ってたわ。そして、一部の地域では、これは都市伝説でもなく実際の話なんだが、レアカードをめぐってメンコ遊びをするときに、人気のないカードで挑むときには、ガードに500円札、エキサイトしてた輩は、それ以上を貼り付け、メンコ遊びしてたということなんだぜ。今では、とても信じられないわ。ある意味、恐喝めいた感じで、低学年にかけさせたところもあったみたいだぜ。それを聞くと、仮面ライダースナックを捨てていたというのは、可愛く思えるわね。そして、昭和の人には今更かもしれませんが、メンコっ言葉は知っていても、遊び方とか知らない人もきっと多いと思うぜ。遊び方とルールを解説しますと、最も典型的な遊び方である、起こしのルールは以下の通りであるわ。1、地面にメンコを置く。2、別のものが別のメンコを叩きつける。多くの場合、以上の競技手順は同じだが、あらかじめ地面に置かれた方の、所有権の移転に関わる勝敗の決め方が、地方や集団によって異なるぜ。所有権の移転がなされる場合の代表例を解説するわ。あらかじめ地面に置かれたメンコが裏返る。あらかじめ地面に置かれたメンコの下を通過する。あらかじめ地面に置かれたメンコが、規定の範囲枠で囲った範囲などよりも外に出る。地面に置くメンコの枚数は1枚の場合もあるが、複数の参加者が1人1枚、または、参加者1人2枚など、様々であるぜ。また、メンコの大きさに代償があり、子供にとって欲しい図柄が異なるので、自分の欲に任せて明らかに、不当なルールを敵につける例が横行するわ。取り上げられたメンコは返してもらえない所有権が移転する。ので、真剣に遊ぶ要素があるんだぜ。雨に濡れると柔らかくなるので、ろうを塗りつけるという強度保持をする一方、裏返りにくくするためぐにゃぐにゃにするなど、メンコの性能を変化させたりするわ。この他にも他のカードゲームと類似した遊び方である積み屋抜き、落とし、また物理的な遊び方として壁当て滑りなどがあるぜ。最近では、あまり聞かなくなりましたが、特に昭和の時代に、ボンボンと呼ばれる子供がいたわ。クラスに一人や二人いて、そのボンボンの金持ちの子は、段ボールごと箱買いしていたんだぜ。ボンボン、ボンボンボーは、親に甘やかされて育った金持ちの息子を指すわ。なお、京都のボンボー竹の男児を親しみを込めて指す。とは無関係であるぜ。そして、昭和のやっていたメンコ遊びで、絶対やってはいけない禁断のメンコ重量化というのがあるわ。当時のメンコは、表面アニメのキャラとか書いてあると、裏面が接着されているような作りなので、遊んでいるうちに、二つに分離してしまうんだぜ。ということは、この隙間に重いものを挟めば良いのでは？と、いろいろ試行錯誤したみたいなのですが、重いと厚みも増すので、割れたり、すぐ壊れたりしてしまうのよ。質量があって、できれば固形硬貨とかでないものを探して、あれこれ調べたみたいだぜ。その結果、当時のアナログ体温計に入っていた、
水銀という液体が、液体としては最も質量が大きい。ということを突き止めたみたいよ。今の時代なら、わかりきったくらいの。超、危険レベル。というか、死ぬぜマジで。決して、真似をしないでくださいね。当時は、ネットもないし、知識もなかったんだぜ。水俣病とか有名なんだぜ。気になる方は、水銀中毒で調べてみてくださいね。今回は割愛しますが、またの機会に解説するぜ。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、仮面ライダースナックと仮面ライダーカードについて、解説してみましたが、いかがでしたか？現在では減ってきたものの、お菓子についてるカードは、これが元となっていた気がするわ。今ではポケモンカードがかなりの高騰していますが、仮面ライダーカードもすごかったぜ。何か思うこととかありましたら、コメントしてくださいね。これからも頑張って解説しますので応援よろしくお願いします。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。